んにちは、木下優香です。今日紹介するのはこちらです。セブンイレブンの濃厚クリームクッキーシュー。これは新発売なんですかね。シュークリームはさ、セブンイレブンで前からあってさ、すごく人気があるんですけど、クッキーシューのシュークリームが出たみたいです。私クッキーシュー大好きなんです。ビアードパパ、シュークリーム作ってるあのなんかおじいちゃん、サンタクロースみたいなキャラクターのシュークリーム屋さん、もうあそこはさ、お店の前を通るとさ、匂いがさ、やばいですよね。なんかもうスイーツテロですよね。クッキーシューの方が私は好きです。普通のシュークリームもあるけど、あそこはで、このセブンイレブンのクッキーシューはどうなんでしょう。こんな感じです。クッキーになってますね、表面が。でもそこまでちょっとカリカリではないですね。やっぱりもしかしたら冷蔵庫に入れとったっけ、ちょっと湿気ちゃったんかもしれんけど、それほどカリカリではないんじゃないかなと思います。普通のあの高いシュークリーム屋さんとかで買うシュークリームよりも。いただきます。うん、うん、クリームが濃厚で、カスタードクリームのね、味が強くてとても美味しいです。でもやっぱりね、シュー生地はそんなにサクサクしてないですね、思ったほど。なんか結構しっとりしてます。あれ、黒いつぶつぶはさ、入っとるけどバニラビーンかな。最後の一口です。ごちそうさまです。そんなにでもクリームもめっちゃ重たいってほどでもなくって、まあでも全然軽い感じもなくて、ちょうどいい感じのもったりしたクリーム、滑らかなカスタードクリームが入ったので美味しかったです。シュー生地はね、私はもうちょっとさっくりした方が美味し好きなんですけど、でもね、コンビニのスイーツでそこまではするのはちょっと難しいんですかね。中にクリームが入ってるし、生地はね、どうしてもちょっとしっとりしてきちゃうんじゃないかなと思います。でもとっても美味しかったです。155円ですよね。普通のシュークリームとこれがあったら、まあ私はこっちの方が味は好きなんですけど、多分普通のシュークリームが若干値段が安いから迷いところですね。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタンと、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。バイバーイ。